イベントおります。こんにちは、田村です。今日はですね、視聴者さんからリクエストの多かった BB クリームを実際にね、メイクしながら解説していこうと思います。BB クリームってメイク初心者からしたらすごく楽なアイテムで、まあ、簡単にね、肌を綺麗にできますし、扱いやすいっていうのもすごく特徴的なので、ぜひね、皆さんに BB クリームの良さを今からお伝えできればいいなと思います。じゃあ早速やっていこう。今日使う BB クリームはこちら、ケイトのザ BB EX1 番ですね。まあ、なんで今回ケイトを選んだかっていうと、まあ、よくね、 BB クリームの CM でウーノがメンズ用のコスメとして売り出してるとは思うんですけど、個人的にはメンズ用で作られたコスメよりもやっぱこういう一般的に女の人とかも使ってる BB クリームの方が肌馴染みが良かったり、まあ、使いやすさも変わってくるのかなって個人的には思ってるんですよ。だから今回もう有名なケイトさんを選んでみました。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずここでいつもならね、僕はあの下地を使うんですけど、 BB クリームにはそれが必要ありません。 BB クリームは化粧下地とファンデーションが2つ混ざった商品になります。なのでもういきなりつけても構いません。で、顔に塗っていくときは湿らしたスポンジで取ってください。よく BB クリームで失敗しがちなつけ方があって、すごい厚塗りする人いるんですけど、 BB クリームはめちゃくちゃ薄く伸ばすことが重要です。なんでかっていうと、やっぱファンデーションも入ってるのでカバー力はもうそもそもが高いんですよ。だから薄く薄く顔の中心から外側に伸ばしていくイメージで伸ばしましょう。やっぱ BB クリームはメイク始める一歩目としてすごくふさわしい商品なので、めちゃめちゃ質問が多かったですね。はい、だいたい塗り終わったんですけど、ちょっと順番間違えました。本当はこっちだけ BB クリームだけ塗って、こっち側に化粧下地を塗ってからその上に BB クリームを塗る違いをね、出していこうと思ってたんだけど、めちゃくちゃ忘れてた今。なんでちょっとこっちもね、軽く BB クリーム塗っちゃったけど、ちょっとその上からちょっと化粧下地も塗って、もう一回 BB クリームを上から塗っていきたいと思います。化粧下地で使うのはケイトのリセットカバーベース EX1 番ですね。なんで化粧下地をちょっと紹介しようと思ったかっていうと、さっきさ、 BB クリーム化粧下地とファンデーションが混ざってるから化粧下地なんで塗らなくて大丈夫ですって言ったじゃん。まあ、確かにそう。ただ僕みたいに乾燥肌だったりとか、すごい肌がパサついちゃう人は、やっぱ BB クリーム塗る前でも化粧下地は塗った方がいいと僕は思うの。やっぱ肌の水分量がその後のメイクのりだったりとかにすごく影響するので、たとえね、 BB クリームで下地がいらないとはいえど、僕はちょっと下地を塗るべきなんじゃないかなとは個人的には思ってますね。かっこ乾燥肌ですよ。脂性肌の人は多分ね、逆に塗んない方がいい。鼻周りとかが多分ね、浮いちゃうと思う。うん、めちゃくちゃやっぱいいね。こっち側が BB クリームだけ塗った肌と、こっちが下地と BB クリームを塗った肌になります。まあ、パッと見ね、そんな変わんないとは思うんだけど、触ってみるとやっぱ水分量が違う。こっちの方がもっちりしてるわ。うん、まあ、この一手間がね、このメイクをした3時間後、4時間後とかに効果が出てくるので、メイク崩れとかもなくなってくるし、鼻の周りのね、粉が吹いたりとかもしなくなってくるので、ここはすごく重要なポイントだと個人的には思ってますよ。まあ、BB クリームのね、紹介なんで、こっからね、まあ、メイクしていくことはないんですけど、これを見てもらったらわかる通り、 BB クリームでもね、やっぱね、この青ひげはやっぱ隠せないみたいですね。なんでやっぱ青ひげに対してはオレンジコンシーラーを買ったりとかした方がいいのかなとは思いますね。はい、ただね、もうコンシーラーはいらないと思う。すごくニキビ跡も隠れてるし、クマとかもワンチャンここ濃いめでつけたら飛ばせるんじゃないかな。あ、これ飛ばせるね。あ、やっぱ全然飛ばせれば、やっぱ BB クリームはすごくカバー力が高い。だからクマとかも濃いめでつけたら全然隠れますね。ちょっと順番おかしいんだけど、ちょっとこのケイトのね、色合いをちょっと皆さんに見せていけたらなと思います。こんな感じですね。結構ナチュラル系なんですよ。で、この上に EX2 番っていうのがあって、これよりもっと濃かったのね。俺の肌には合ってなかった。まあ、でも多分ね、 BB クリームって色展開あんまないと思うんだよね。1種類か2種類しかないと思う。肌が明るい用と、まあ、暗い用で2つ作られてるので、まあ、そこをね、うまく自分の肌どっちかなって見極めながら購入した方がいいと思います。じゃ、ちょっとね、フルメイクして顔を完成させていきたいと思います。はい、メイク完成しましょう！イケメンじゃないか！まあ、じゃあちょっと最後に BB クリームの総括をしていこうかな。今回はね、初心者でも使いやすいコスメアイテム BB クリームをね、使っていったんですけど、 BB クリームのメリットはこの一つの商品で簡単に肌が綺麗になるところです。で、デメリットとしては、まあ、簡単なゆえに保湿力が下地からファンデーションを重ねた時よりも下がってしまうことはありますね。ただね、簡単
だからメンズとかによく BB クリームを使ってる人が多いんだけども、やっぱ僕の中でも今回ねケイトを使ってみてやっぱり思ったのが、やっぱメンズ用で作られた BB クリームと男女兼用で作られた BB クリームの違いって、やっぱ色合いだったりとか保湿力も違うのね。例えばメンズ用で作られた BB クリームは色合いがすごく暗いトーンで作られてるの。だから肌が地黒の人はいいんだけども、僕みたいにね男でも割と肌が白い人って世の中にたくさんいるんですよ。で、そういう人たちはあまりメンズ用の BB クリームよりも色展開が多い男女兼用で作られてる BB クリームを選んだ方がいいと思います。やっぱケイトの BB クリーム使ってもね、肌の保湿力はちゃんと保たれてるし、まあ、すごい敏感肌な俺でも使えてたから、このケイトの BB クリームは本当に優秀だと思います。だからもしね困ったら買ってみて。まあ多分 BB クリームを使ったらきっと下地も買ってみたいな、ファンデーションもこういうのにしてみたいなっていう、まあ欲がどんどんね深まって、どん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 メイクの世界に入り込んでいけると思うので、最初の入門編としてはすごく使えるアイテムだと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。